はいよはいよ。おお、なんかあったかいね。ジャン君、窓のとこで日向ぼっこしてたでしょ。今ちょうどいいね、日向ぼっこはね。ねえ、そうですか。はい。日向ぼっこしてたんじゃないの？窓、あ、開けるのに。そうか。ポンちゃんがいるけど。ポンちゃんはビビらずいるそうですよ。おお、はい。次に今日も。母は勉強していますが、ジャン君は線幅です。線幅というところを大体1秒のところあたりで200くらいにしておきます。ジャン君。そろそろジャン君の10年のお祝いの動画を作りたいんだけど、そこにちょっとだけね、タイトルをつけるとか、そういうことでアニメーションを作ってみようかな。そんなことを考えている今日この頃です。ジャン君、アニメって言ってもキャラクターはまだまだ先なんだけどね。文字がビヨンって出てビヨヨヨヨンってなるだけなんだけどね。そんなのを考えています。本当に初歩の初歩からやりますよ。ジャン君、おめでとうっていう字が出るのかな。そうね。でも10周年のまあ経緯をずっとなぞるんだけど、今まではこうなんていうの、映像だけで流したり、あとはちょっとナレーションを入れてみたりしたんだけど、それをタイトルと、例えば1年目1ヶ月とか2ヶ月3ヶ月ぐらいまでは1ヶ月単位で区切った方が密度が濃いので、そして、2年目3年目みたいにしていったらどうかななんてね。半年ってのもあってもいいのかな。なんかめっちゃ長くなりそう。そうなのよ、まあ、長くなるのはもうね必須です。男性今までも1時間超えてるからね。30分ね、抑えたいなと思うんだけど、もう見てくれないかこの時代。まあそうね、長いのってあんまり見てもらえないの、途中のインデックスというか、3年目を見ようかなみたいな人が見やすいようにねできてるといいかな。続けて30分のものを見るっていうもう習慣がないよね今はね。まあ、やってみましょう。はい。はい、ジャン君。どうやったかね。はい。ジャン君、ちょっと暑いね。18.3度か。微妙。
ジャン君。はい、ジャン君。ジャン君の大好きなご飯が届きましたよ。マオイママさんがこんなにいっぱい担いで帰ってきたんだよ。病院で買ってくれましたよ。膀胱に石ができやすくなってしまったジャン君にはこれがご飯です。そしてパンちゃんもお付き合いで食べています。ね、はい、それではですね、何があったかというと今ぐちゃぐちゃ、あ、もう噛んでる。ちょっとジャン君、ジャン君、ジャン君ちょっと待ってくれる。こうなっています。いただき物です。どうもありがとうございます。ネズミネズミ、今これね、いきなりジャン君食いつきましたので、ちょっとジャン君に渡しときますね。はい、ジャン君どうぞ。はい、じゃあこの辺から、青森のリンゴチップス、リンゴのチップス好きそう、うん、美味しそうだね、はい、好きです。そして、これは、焼きカツオのおやつだね。そうだね、はい、がですね、ジャン君は先ほど動画に撮りましたが、これが主食です。で、これをいただいてしまいましたが、残念ではなくてですね、実は、こうやっていただいたものは、7年後に我が家に来る予定のアンズちゃんという子がいます。そのアンズちゃんがいる、お家がですね、今のお家は、猫が十何匹もいる、保護活動をされている僕らの先輩にあたる人たちです、ね、人なんですが、そこに、大体おやつとか、チュールとかは送っています。その中に入れさせていただきます。ありがとうございます。ちょっとね、だいぶお世話になっているうちなので、はい、返せるものがあんまないのでね、そして焼きマロンこれはまあおいママさん大好き系です。入れ物かわいい。そしてこれはノットバッド、猫が、眠るやつのパジャマ着てる感じ、キーホルダーっぽいよね。ちょっと可愛い感じの。そうだね、うん、なんか可愛いね。はい、これも、あ、これはほんと2つ揃いた、ね、2人分ね、うんうん、ありがとうございます。使わせていただきます。そしてなんか本がね、これは本が入ってます。可愛いね。町田、これはヤスっていう字だけど、なんて読むのかな。あ、さっきのおもちゃ取り合っております。ちょっと待ってね。あ、まおいさんの足映っちゃってた。ごめんなさい。猫とアホンダラ、それから猫の足跡、そして猫にかまけてという町田さん、はい、そうね、町田さんにしておきましょうか。町田さんの、作者町田さんの本です。この人ね、猫のあれで有名な人、有名な人、町田こうさんっていう、あ、こうっていう、うん、あ、そう、健康のこうか、作家でパンクの歌手、へえ、そうそうそう、あの歌を、へえ、そうなんでしょう、そうなんですよ、この人ね、はい、あれ、ポンちゃん、ジャン君からそれ取り上げたの。そうみたい、ペロペロしてる普段のポンちゃんらしくないねそして、ね、これは何かが入っているようですが、ちょっと開けてください。町田さん有名な、猫好きっていうか猫飼ってて有名な人ね。ネズミさんかな、ポンちゃんか、猫さんかな、はい、ちょっとしかわいい、はい、ポンちゃん、なんだろう、何の形だ、にゃんこかな、にゃんこかな、猫なのかもしれないな、猫ちゃんだね、ここか、顔はここでした、うん、で、耳が後ろに反っちゃってたけど、うん、はい、はい、はい、どうぞ、ポンちゃん、よかったね、はいはい、じゃあここに置いとき、わあ、びちゃびちゃカミカミしてた、カミカミ、あ、かわいい、そして、
これはドラえもんのタオル。かわいいね。タオルケットっぽいかな。タオルなんかな。タオルだったら甘いよ。すごいかわいいね。ドラちゃん。ありがとうございます。ありがとうございます。そしてこれはクロッキー帳ですね。ドラえもんの漫画が書いてあるんだね、クロッキー帳に。ドラえもんクロッキーかな、うん、はい、はい、だが、はい。そしてこれなんだろうと思ったんですが、猫のおもちゃだそうです。うん、これなんかさ、これ引っ張って取るようになってるっぽいんだけど、あとちょっと説明書を。違う。はい、こんな感じ、こんな感じ。あ、なんか興味示してるよ。はい、ポンちゃんのチェックもきちんと入った。いただきものでした。どうもありがとうございます。はい、ポンちゃん。クロッキー帳の、あ、ドラちゃんの絵が描いてあるんだ。そうなの。漫画が、ドラえもんの漫画の表紙なんだ。それ、ひとしきり言いました。そっか、ごめんね。はい、ちょっとこっちでドラえもんのタオルを出したところです。はい、どうもありがとうございます。ちゃいました。ビニールの線を抜くとですね、鳥さんだ。それは何、ゲコゲコって言った。なんか鳥だね。鳥さんだね。おお、ポンちゃんは鳥の声のするボール。おお、ポンちゃんすごいね。前もさ、おもちゃで音がするやつあったじゃん、ネズミさんでしょ。そう、うん、チューチューっていうやつ。で、ひとしきり遊んだら電池切れになったやつね、うんうんうん、こういう風に流行ってるのかもしれないね。電池一つ入れといて、はいはい、しばらく食いつかせるためのなんか仕込みになってて、うん、だってもうさ、すでにこれ遊び始めてるもんね。ポンちゃんよかったね。あ、ピョピョっていけるよ。じゃあこれジャン君にあげていいっすか。はい、ジャン君、はい、どうぞ。ジャン君、あれ。なんか面白いものがたくさんあるんだね。知らなかった。知らなかったね。そう、泣く、ポンちゃん泣くボールだよ。ピヨピヨって泣く。